はい、みなさんこんにちは。えなです。さかです。エンディブログです。私たちは名古屋駅に来てます。こちら今後ろ名古屋駅です。すごいお店を見つけた。団子食べ放題。お、すごいじゃん。団子大好きですからね。そう、たか団子大好きで、私も団子が結構好きだから、まあ、食べ放題があるって思って。なかなかないよ、団子食べ放題。いや、初めて聞いたよ。ちなみにね、名古屋駅、東京から大阪に新幹線行く人はだいたい名古屋駅通りますけど、降りる人多分少ないと思うんですよね。降りてください。あ、レナって名古屋でなんかツアーやってなかったっけ。まあ、名古屋でいろいろツアーやってるけど、名古屋駅には観光的なところはあんまりない。じゃあ観光しようと思ったら名古屋でどこ行けばいいですか。栄とか大須とかがいいと思う。栄は久屋大通りというところがあって、まあ、名古屋テレビ塔があって、そこにいろいろショッピングとか料理、あのレストラン、カフェとかいっぱいある。で、大須は商店街のもう昔ながらの雰囲気があって、いっぱい食べ歩きができるところ。両方とも動画にしてるから見てみてください。着きました。ベジロカというお店。ベジロカ今スペシャルキャンペーンで団子の食べ放題をやってます。団子食べ放題。団子団子、はい、食べ放題なくなってるかも。あ、本当だ。団子食べ放題818円安くない。そう、安い。60分だよ。はい、行きましょう。ドリンクメニューを今見てます。一番上は一番面白いよ。飲むチーズケーキ。飲むヨーグルトってよくあるけどね。あれだよ、めっちゃデブになるんじゃない。もう噛む必要もないし、カロリーやばい。ごくごくチーズケーキを飲むとやばい。やば。これはそのまま食べる。いや、ちょっと焼いてから。そうですね、温めていただいて。来ました団子。はい、もう来た。まだ読み終わってなかったけど、とりあえず1個取って焼いて、その後にソースにつけて食べるという、60分間の間に食べれます。めちゃめちゃ食べれるよ。で、あのみたらし団子のソースだけじゃなくて、他の5種類いろんなソースがあって、北海道小豆、きなこシュガー、黒ごまソース、ミルク抹茶、ハニーナッツ。おいしそう。何本食べれるか。何、数えたいの。勝負。勝負。とりあえず全部並べます。焼いちゃいましょう。10個かける2から20玉。追加ソース来ました。お、焼けてきましたよ。食べますか。はい、みたらしソースつけて。はい、めっちゃうまそう。見て、うまそう。わー、うまそう。これ見て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 。うん、うまっ。焦げがカリカリっとしてめっちゃうまい。うん、最高だねこれ。うん、これ団子好きな人たまんないと思うよ。100本ぐらいいけるんちゃう。いや、無理でしょ。はい、じゃあ、このきなこシュガー、きなこシュガーいきましたね。もう焦げた方が美味しいかもしれないよ、こんな感じで。そうだよ、食感がカリカリするから。うまい。そうそうそう、面白く。これ多分ハニーナッツだと思うよ。疲れた。子供だね。これ黒ごまでいこう。うわ、黒ごまうまっ。甘すぎずに黒ごまの香りがこう口いっぱいに広がってて超うまい。次行きましょうか。抹茶。熱い熱い熱い。だから団子がね、びっくりした。気をつけてください。あ、でも抹茶もうまい。なんかね、抹茶オーレのちょっと甘い感じの抹茶の味付けだから。あ、面白いね。デザート感覚になるこれは。すいません。団子の追加注文お願いします。めっちゃ早い。追加注文したら5秒できたよ。あれ可愛いよ、これ。10本だった、今6本。な、これを20皿ぐらい食べれば、目標そうだね、120本。いきましょう。
小豆来ました。うん、うん、それもデザート感覚じゃない？歩きがいい。おデブさんだからね。何が一番好きですか？小豆かな。俺は黒ごまだね。あ、シンプルに、シンプルにみたらしの味か小豆か黒ごまですね。黒ごまね、一押し。すいません、団子ください。はい、ありがとうございます。イエイ。どういうこと？タカが1個食べてそれを置いて次のやつを持ってまた1個食べてる、どういうこと？いや、上の方が食べやすいから。ないない、気づかぬうちにそうしてたね。2個目のやつがいつも焼けないから新しいやり方はこうだね。ぶっ刺し。注文しようか。うん、注文しよう。すいません、お団子ください。見て、めっちゃ焼けたよ。やり方いいよ。大成功じゃん。こうしたら違う、こうだよ。ああ、早いの。行ってみてください。いや、ないよ。取ってあげる。タカのレベルアップバージョンだよ。やばいよ。見て、また垂れるから顔出した方がいいよ。6個一気に食べるってことだね。そうだよ。6粒一気食い。行きました。行かない。おい、諦めるの。血に入らない。結局1個しか食べてないでしょ。2個。変わんないじゃん、普通の食べ方と。何をやってんの。団子少なくなってきました。まだ食べれるでしょ。何食べれんの。もうお腹いっぱい。俺まだお腹膨れたっていう感覚も全くないよ。まだゼロだよ。10ぐらい、100のうち10ぐらい。私のお腹にこうポッ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 入ってるよ。頼みましょう。何、すいません、お団子ください。目指せ20皿ですからね。今3皿、5皿が限界かな。スペシャル。あ、他欲しい？これ欲しい。いいよ、全部いっていいよ。おー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 、なになになに、あー、つらい。おいおい、だからくれた。絶対熱いなと思って、アホだから食べるかなと思って、そしたら食べた。どうぞ。うん、食べる。うわ、雨降ってる。土砂降り、外やば。文字通り土砂降りじゃん。土砂降りじゃん、やばくない？私たちは傘ないよ。もう一回これ頼んでプラス60分いて、そしたらやむぐらいじゃない？テラさん、手が止まってるよ。止まってるよ。もういらないよ。もう食べれない？じゃあ俺は食べる。食べてください。ラストだよ。ラスト団子だよ。お腹？7割ぐらい。7割？まだいいけど。あ？何個食べた？ま、10個と6個。4皿で1皿6個だから24。プラス最初の10で34。34で2粒ついてるから64粒。え、計算ミスしてるよ。34には68粒。うんうんじゃないよ。計算ミス気づかないと。気づかないよ。大満足ですよ。いや、すごいよ、楽しかった。団子好きからしたらもうね、幸せ。あーね、しかも熱々で食べれるし、味もいろいろ変えれるし、あとなんか自分で焼くのも楽しいし。今雨止んでる？ちょっと降ってる。ちょっと降ってる。止んだら行きましょう。はい、ごちそうさまでした。止んでますか？止んでません。はい、ということで地下街だね。ここからもう濡れません、はい、濡れません。もうよいしょ、はい、はい、ということで名古屋地下街ユニモールに降りてきましたけど、はい、ここでもうショッピングできるよ。ショッピングする？お、パンケーキのお店だよ。やばいよ、今団子いっぱい食べてデザートいっぱい食べてパンケーキはやばいよ。パンケーキ美味しそうだよ。はい、というわけで今から帰ります。こんな動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。